皆さんこんにちは、ボンドチャンネルツッチーパフォーマンスです。今回はめちゃくちゃおすすめの商品をご紹介させていただきたいと思います。そうです、宣伝です。もう思いっきり宣伝です。もうそれ以外の何者でもないです。ただちょっとこれ最後まで見ていただければ、おその商品いいじゃんってきっと言ってくださる方がいらっしゃると思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。そして今回はボンドプラスからお届けしております。でちょっとボンドプラス久しぶりの動画になりますので、まあ、改めてご紹介させていただくと、ボンドグループで車の電装品を中心に作業させていただいている部署になります。早速ちょっと紹介していきたいと思います。じゃあそれじゃあ早速紹介したいと思います。紹介してくれるのはボンドプラスの店長大川さんです。よろしくお願いします。紹介してくれる商品はこちらです。デジタルインナーミラーですね。はい、やってきました、デジタルインナーミラー。はい、それは何をする商品なのか、ちょっと簡単に説明してもらっていいでしょうか。まあ、簡単に言うと、バックカメラの映像を常に映しているような綺麗な画像で後ろが見れるという商品になります。鏡じゃなくてこれ液晶なんですね。液晶です。はい、はい、で今までのその鏡の弱点を克服しているという。そうですね、はい、そんな感じ。非常に画期的な、はい、僕が言えば言うほどちょっと怪しくなっている、はい、もうすごく画期的な商品なんです。そんな感じになります。でこちらの商品がちょうどこの V クラスに今ついてるみたいなんで、どんな感じで映るのか、どんなことができるのかっていうのをちょっと大川さんに紹介してもらいたいと思います。こちらがついているデジタルインナーミラーになります。そうですね、はいはい、これはそっくり交換するタイプなんですね。そうです、そっくり交換する、はい、もうブラケットごとを交換するような感じになりますね。この車用のここのブラケットがあるんで、はい、まあ、それに交換して、まあ、こう違和感なく取り付けできると。そうですね、はい、はい、そんな感じになります。大きく普通のミラーと違うのは、ここが先ほどもちょっと触れましたけど液晶になっていると。なんでパーツ構成的には後ろと前にこれカメラがついてるんですね。そうです、後ろと前にカメラがついていて、このカメラを映してるんですけど、今これ前だけになるんですけど、これを後ろに切り替えたりとかっていうのをこのタッチパネルでできるような感じになりますね。一番左ですね、こう変えるとこれ今後ろですね、はい、はい、でちょっとこれを切り替える形になります。はい、でこの隣のボタンをこれを押してもらうと、これ両側2画面でできちゃう、2画面でできるような感じになります。はい、でこれただカメラの映像が映ってるだけじゃんと思う方いらっしゃるかもしれないんですけど、これカメラが要は一番車の前と一番後ろについてるわけなんですよね。そうです、はい、はい、だから通常ミラーだったらこうヘッドレストとかリアのガラスとか、はい、四駆の車だったら背面タイヤとか、はい、いろんなこう余計なものが映り込んでますけれども、はい、これはもうカメラの位置から撮ったものが直接映ってるんで、そうです、全面表示ができちゃうと。でなおかつ何がいいかというと、カメラだとこれ映像処理ができちゃうんですよ。要は明るいところを暗く表示したりとか、暗すぎるところを明るく表示したりとかっていうのもできちゃうと。要は鏡で見るよりかも鮮明に認識しやすくなるという。素晴らしくないですかでさらにこれなんで前にカメラがついてるかっていうと、ドライブレコーダー機能も。そうですね、ドライブレコーダー機能がありまして、この右側にここ実はメモリーが入るんですが、これちょっと今入ってないんですけども、これを入れるとその前と後ろの画像を録画することが一応できるような形です。で駐車監視、止まってる時もいたずらされないか撮る駐車監視の方もついてます。でこれが今回 V クラスで紹介してますけれども、いろんな車に取り付けができるんですよね。そうです、そうです。ここ V クラス、この実はそのブラケットはここの方で分離する形で、ね、できるようになってまして、これはあの V クラス用のブラケットをつけてそこで合体させてっていう形なんですけども、他にあのポルシェであるとか、ランブルギーニであるとか、あとアウディであるとか、一番多いのがまあレクサス、LC とか。特に LC とか、あとはランボルギーニだとこう後方の視界がかなり、そうです、そうです、そうです、悪いんで、はい、まあ、その点これを使うと、まあ、非常に視認性が良くなると。ランボルギーニとかはやっぱりあのガラスには貼れない、室内にはちょっと貼れないので、外用のカメラっていうのがあるので、そちらをバンパーであるとかつけてることが多いですね。はい、であとはどうしてもこれ夜だと液晶なんで、もちろん明るさの調整もできるんですけど、ここにこう映像が映ってるとちょっと鬱陶しいなんていう方も、うん、多分いらっしゃると思います。そうですね、はい、その場合は、そうですね、はい、このここを押すと、はい、普通のミラーに戻るという、はい、すごくないですかです、ね、これ、はいはい、もう深夜のテレビショッピングかのようなこの便利さと、そうですね、はい、そうですね、こんな感じで便利に使えちゃうと、はい、そしてさらにこのもうちょっとカメラ映像が上がいいんだよな、下がいいんだよなって大思いのそこのあなた、それも調整できちゃうんですよね。できます、このカメラを、はい、このレバーで上に下に向けたり、はい、上に向けたりっていうのもできるんですけども、これが実際画面でもできるような感じになります。こちらの右側をこうすると、おお、角度が変えれますね。おお、なるほど、まあ、こちらも両方でき、まあ、こちらでも変えれますけども、ちょっと、まあ、の後例えばこれ前だったらいいんですけど、後ろ変えるのちょっと面倒くさいなっていう時にはこちらをこう
うちょっとそこが見たいんだよなっていうのも見れちゃう。このタッチの調整でできるという形のものが、はい、の機能がついてますね。でやっぱり特に後ろなんかだとこう情報量が多いと安全にもつながるじゃないですか。そうですね、はい、どうしてもミラーだとふんわりこう後ろに車がいるかいないか、まあ、詳しい方だったら車種が分かる程度だと思うんですけど、これだとこれだけはっきり映るんで、うん、まあ、どういう方が運転してるのかそういうところまで分かっちゃう、認識できるっていう形の、はい、なんでさらにこう安全性も高められる、はい、そんな商品になってます、はい、で今回の車このデジタルインナーミラーの他にもいろいろ便利アイテムがついてるっていうことで。そうですね、はい、今回は、まあ、一応内装のカスタムという形なんですけども、今はすごいお問い合わせが多いんですけども、ミラーリングという、ここにスマホの画面を丸々映せるってことですね。そうですね、はいはい、早速やってみてもらってもいいでしょうか。はい、まあ、ドーカーさんが施工したこのケーブルを挿すだけで。そうですね、これを挿すだけで、まあ、挿しましたっていう、でちょっと間を置くんですけど、はい、読み込まれると、はい、ちゃんとこの、はい、そうですね、お分かりいただけますでしょうか。このスマホの画面がそのままこの車の画面に映し出せると。これちょっと少し、はい、まあ、時間遅れるんですけど、まあ、例えば YouTube を今ちょっと再生しましょう、はい、あ、なるほど、ちょうどボンドチャンネル、ボンドチャンネルですね、はいはい、わあ、こんな感じで YouTube も車の中で見れちゃうと、はい、もうめちゃめちゃ画期的じゃないですか。そうですね、もう他にも Netflix とか、そうですそうです、プライムビデオとか、プライムビデオとか、まあ、いろんなものが再生できると。あとこちらの車はなんとリアのフリップダウンモニターもボンドプラスの方で施工させていただいてます、はい、なんでもうこういう電装のカスタマイズがトータルでお任せいただけるわけですね。そうです、はい、そういう形になります、はい、というわけで今回はもうめちゃめちゃ画期的な商品デジタルインナーミラーをご紹介させていただきました。これ適合がいろいろあるんですよね。そうですね、かなりいろんな車種そのブラケット、種類揃えてますので、なので欧州車でも取り付けできるできないがあると思いますので、はい、詳しくはボンドプラスへお問い合わせください。そしてボンドプラス電装の作業いろいろお任せいただけるんですよね、はい、そうですね、まあ、レーダー探知機とかドライブレコーダーとか他店で断られたっていうものなんかでも、まあ、一度ご相談いただく価値があるんじゃないかなと思います、はいはい、というわけでボンドチャンネル、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。